はい、ということで今回はですねハンコンを使ったアストロトレーシングの動画なんですが、今回はこちらのですね、インプレッサを使ってS クラスのですねオフロードコースをクリアしたいと思います。こちらですねちょっとカスタマイズの方を紹介いたしますと、まあもうここにあるやつですね全部一番いいやつがついております。でまあタイヤに関してもまあグラベルですね。でまあちょっと戻っちゃったんですけど、まあエンジンもターボも、重量もサスペンションも全て、いいような感じとなっております。はい、こちらですねラリーのプロですね。で、ラリーフィンランドちょっとここをちょっと今練習してたのでいけそうかなっていうことでこちらですね金トロフィー取れるように頑張りたいと思います。さあやってまいりました。一応ですねこの一番方向機の下にサイドブレーキだけですね登録しております。さあもう難しいですからねほんまに。ただその重量減少を最大じゃなかった、重量減少が最大じゃなかったんですよ。でそれをまあ最大まで上げたことによって加速が良くなれば、まあ、いけるんじゃないかなというですね、さっき加速重量がまあレベル1の状態で2分10秒やったんですよね。でクリアタイムが2分6秒なんですけど、まあ、4秒足りなかったということで、でまあこういうきついところですねちょっとサイドブレーキがまあいるかなという感じなんですが、うまいこと曲がれるか、あちょっとやばい、ちょっとこれはですねまあサイドブレーキ使う方がいいんかな、ちょっとまあ難しいですが。であとですねちょっとハンドルの持ち方がちょっと違和感をですね感じる人も いるかもしれないんですけども、まあ、これはですねほんまに、まあ、どちらかというとこのハンコに合わせたその持ち方というかですねこの動かし方をしない、あやばい、あいけるか、これ OK 動かし方をしないとちょっとですねしっかり運転できないということで、ちょっと若干ですね持ち方に違和感がある可能性はありますが、ここはですねご了承願いたいと思います。若干のですねこういうショートカットはしても OK なので完全に木にぶつかったりするともう終わりなんですけど、まだ今1分40秒ですね、下手したらいけるかもしれない、何かちょっときついかな、ここきつい、無理か、いけそうな気もする、あともうちょい、あともうちょい、無理か無理か、くっそ、あー惜しい、あと2秒610ですね。はい、もう一回頑張ってみましょう。ちょっとかなりきついところでちょっと無茶にですねサイドブレーキ使わずにしっかりスピード落として曲がりたいと思います。しっかりねスピードを落としてね、はい、それでいけるかもしれないよ。でまあ多分ここまでタイム結構いい感じなんで、正直言ってですね普通にチルト操作とかでやれば多分クリア、普通にクリアできると思うんですよね。これをちょっとわざわざハンコンでやってるから、まあ、若干その厳しくなってるっていう可能性も逆にはあるんですよね。そういう可能性もまあ逆にあるんですけど、これいけんちゃう、あでもちょっとだけやっぱりあれかな、サイドブレーキを押した方がいいんかな、どうなんでしょう、あーやばい、こういうのがすごいねやっぱり、あーやってしまったまあ何回も走り込んでるうちにまあちょっと打つコースをですね、まあどこでちょっとスピード落とした方がいいとか、どこはもうめちゃめちゃ飛ばしても大丈夫とか、そういうのもまあ分かるようにはなってくると思うんですけど、あんまりですねやっぱりこのナビゲーターはちょっとやっぱ馴染みがないんで、
正直まあこの記号とか出てますけど、あんまやっぱわからないですよね、意味がね。ちょっときつい。あーちょっと待って、まあこれでいくしかないな。これでいくしかない、これでいくしかない。まあでもやっぱりハンコンを使えばこのアクセルの微調整っていうのはすごいできるんで、そこがねやっぱ一番いいところかなと思うんですけれども、こういうヘアピンはですね、やっぱちょっと再度引いた方が良さそうですよね。ああいうきっついヘアピンはこういうちょっと大きめのカーブはまあ、アクセルの調整でなんとか曲がって、やばい、今1分30秒か、いけるかな。このでっかいところ、でっかいジャンプのとこで1分30秒っていうことですよね。いけるんかなこれで。ああでも、ああでもちょっと待って、いけそうな気もしてきたぞ、いけそうな気もしてきたぞ。これいいんちゃん、いけんちゃん、これいけんちゃん。これまだあと16秒、あと10秒程度ありますからね。これいけるっしょ、いけるっしょ。あー来た来た来た、余裕や余裕や、よっしゃークリアー、余裕や、意外と余裕でしたね。変にあのサイドブレーキ引いた方がミスってましたね。よっしゃよっしゃ、オッケー。じゃあちょっとですね、はい、金トロフィーゲット。まあじゃあちょっとリプレイを撮って、それはですね、さっきの運転の編集のとこに当てはめるかどうしようかな。あれですね、アングルで、いいアングルで発しますねこれ。めちゃかっこいいな、ほんまにめちゃかっこいいぞこれ。あの雪のところだけこのリプレイ視点がないんですかね。かっこいいな。おお。いやー、これでパドルシフトがちゃんと使えたらね。うわー、めっちゃ飛んだ。パドルシュートがめっちゃ使えたらもっといいんですけど、早いな、めっちゃ速くないですかこれ。このスピードで走ってたんやちょっと思いますよね。だってリプレイを見るとすげえ速い。報酬を獲得しました。え、ちょっとなんか報酬をもらいましたね。え、ラリーのプロ 25% 完成報酬。あ、クレジットね、はいはいはい、はい。ということでいかがだったでしょうか。まあこのインプはですね、ガチャで当たるインプなのでちょっとまあ言うたらあれなんですけど、まあただ今回このインプ使ったんですけど、まあ、例えばですね、フォーカス RS の、まあ、タイムアタックであったりとか、これですね、ランエボエアロ、まあ、これもまあ馬力だいぶ高いんですけど、まあ、これとかですね。で、あとこの、エボ10のレーススペック。まあ、こちらなんかも多分グラベルタイヤ履くことできると思うんで、多分履けるでしょう。どうなの？ちょっと見てみましょうか。
あ、グラベルありますね。はい、はい、こちらもですね、ランエボ9、エボ9もグラベルあります。まああとはちょっと四駆で当たったのがないんですけど、こういうなんかレースチューン的なやつ、まあ、これ EG のタイムアタックとかどうなんですかね。あ、でもこれちょっとまあ馬力が低いですね。これも一応グラベルは履けるんやったかな、確かあったような気がする。あ、ありますね、グラベルありますね。まあちょっとそういう感じで、まあグラベルが履ける、まあ高馬力の車ですねを、まあこのまあハンコン使ってやるとか、まあ楽しいと思います。まあ別にこれハンコンの方が正直多分運転難しいと思うんで、あの慣れてるですね、まあ矢印操作とかティルト操作の方がまあちょっと幾分かは運転は楽になると思うんですけども、まあハンコン使ってもですね、あんだけ運転できたということで、ポテンシャルはですね、まあこんな感じでございます。まあまたこれちょっとラリーをクリアするとなんかすごい報酬があるっていうのを聞いてるんで、また多分やると思うんですけども、まあ、あの楽しみにお持ちいただけたらなと思います。ということでよろしくお願いいたします。